うわーすまん、橋本さんうめえ、デリシャスマイル、すごい。言ってねえよ。ここ1年ぐらいで一番面白かったかも。さあウォンテッドのカード来てますね。さあしかし怖い。あーそこでカウンター、打ち壊すヒットストップ。いや、パクってる。これは？うまい、無理。斧でも似たようなことやりたいけど、あそこでバックステ一回できるのが強いとこだよな。わあ、復旧ま。うわーすまん、橋本さんうめえ。うわ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 、どうなんのこれ。うわあーまい、ジャスガだ、強い、止まんないかこれ。ああここでその場回避、なるほどな。うわあ、いやいい DA、 エラえらいポイントがめちゃくちゃ高い、多いよな。いやー着地がいい、すごい。うわー強え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 。いやーやっぱりちょっとね、100、お互い90、100ぐらいに行った時にやっぱ撃墜力が竜の方が高いように感じるよね。この辺まではいつも行くんだけど、で竜が撃墜勝負で勝つみたいな、こんな試合展開が続いているように思います。これは厳しいね。うわああ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 あ、先ほどの日本も後ろ投げ、うわ、エラー、今の画面見てましたね、今の画面見てたね。相手のずらしも確認して、ずらし確認してコンボを止める判断1個と移動回避切ったのを見て、了解飛後の1、無敵が切れる1確認して、また選択、これ強い龍の。うわっでかーい、いやー、うわー上り食う上、そこでここで上り食うえ。デリシャスマイル。神目にんまり。デリシャスマイル？え？デリシャスマイルって言った？安心ですよね、ちょっと。プリキュアのセリフなんだ。じゃあどっちかと言ったら足元さんじゃん。デリシャスマイルは。3、2、1。
いやーでも激痛いい勝負だが、復帰阻止が本当にさっきみたいにド派手なパーセントで復帰阻止が決まるとかがないと、ちょっとやっぱりハンストックもあると竜の激痛力が目立ってずるずる五分の勝負してると竜が勝つみたいな試合に見える。うわ空母危なっ、これは？いやー偉いなー、ちゃんと、いやー空上打っちゃいそうなもんだけどね。この当たり方は怪しいなっていう判断で様子見に切り替えて、ちゃんと竜巻の後隙を叩ける。うん、ああ完璧。4パー13パー。うわに死神が宿ってましたよ今。これは、嘘、うわ、なになになに、撃墜ありあったじゃん。カウンターが、うわレベルの高いやりとり。うわこれはワンタッチ入るか、どちらが先に通って、ああすごすごラスト1分ぐらいのレベル高、やばかったな最後、おもろ。今のマジでやばいシーンすげえたくさんあった。面白い。うわー空母してくるなら、うわー79、ここの撃墜拒否。ただ79でも空だとね結構、うわー外ベック編偉い。ただ87全然ワンタッチですよこれ。ボブー、フェイントかけて、いやーうまっ。あーやっぱむずいんだねあれね。うわーそれ強い、うわーそのファイガからのコンボすげえ強いな。めっちゃ展開いいな。うわっ今の背中怖かったな。3からのソニックレーム復帰、さあ空中だから、うわうわワンタッチで撃墜できる。いや互角と言っても過言ではないでしょう。いやここから、いやマジ互角、マジマジで互角だ。ずれてる、うわすげえ試合。ああ押した、うわやったうわこれは、うわ火力が
後ろ足掛けを背負ったら彼、うん、仕掛けた。つつ落ち着け。さ、会場静寂です。むしろ下に見かけている。全然静寂じゃねえ。いやあっちー、これ、いやあっすぐの試合耐えてる。グーへの暴れ、風魔エデア上がってる。膝が引きステップ。いやさあ、うわあ、ああ、うわすげえ。これここ1年ぐらいで一番面白かったかも。え、マジか、すーごい。いやー面白かった。